ただいま議決いたしました法律案に対し、塩谷隆君ほか3名から自由民主党、民主党無所属クラブおよび公明党の3派共同提案による付帯決議を付すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の説明を求めます。近藤陽介君。近藤君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表しその趣旨をご説明申し上げます。まず案文を朗読いたします。株式会社海外需要開拓支援機構法案に対する付帯決議案。政府はクールジャパンの海外需要開拓支援の推進が単なる産業政策にとどまらず、日本特有の文化や流行を海外に発信するソフトパワー外交の基盤ともなり得ることから、本機構がその役割を十二分に発揮することができるよう、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。1、財政投融資特別会計より500億円を支援機構に対し出資することに加え、民間からも相当額の出資が得られなければ、対象事業者がモラルハザードを生ずる懸念があることから、魅力ある機構のあり方を検討し、50% 未満を限度として民間からの出資比率を高めるよう努めること。2、株式会社海外需要開拓支援機構については、民間の目利き人材の十分な確保及びその積極的活用等を図るとともに、早急に支援決定の具体的な基準及び手続きを定め、他の類似組織との機能分担を明確にし、加えて出資対象の審査を継続的かつ厳格に実施する内部体制を整備するなど、事業内容等に対する厳正なチェック機能を確立することにより、初期の目的を達成して出資の保全・回収が確保されるよう努めること。3、クールジャパンを構成する優良なコンテンツ等を生み出す総合的な施策を構築するとともに、クリエイティブ関連企業の多くは中小企業であることに鑑み、下請け振興等国内における支援措置を整備し、加えてこれからの海外展開を支援していく上で、機構による資金面での支援にとどまらず、市場調査、販路開拓をはじめとする省庁横断的な支援策が必要となるため、関係省庁で緊密な連携を図り、施策の効果的な実施に努めること。以上であります。付帯決議案の内容につきましては、審査の経過及び案文によってご理解いただけるものと存じますので、詳細な説明は省略させていただきます。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本案に対し付帯決議を付することに決しました。この際茂木経済産業大臣から発言を求められておりますので、これを許します。茂木経済産業大臣。ただいまご決議のありました本法案の付帯決議につきましては、その趣旨を尊重し法律案の実施に努めてまいりたいと考えております。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は来る29日水曜日午前9時理事会、午前9時10分委員会を開会することとし、本日はこれにて散会いたします。